どうも、ベルマです。はい、本日の動画はですね、これからの季節にもう絶対欲しくなるあるアイテムをですね、ちょっとこうまとめて動画にしようと思っておりまして、そのアイテムっていうのがサンダルアイテムですね。もうサンダルっていうとね、この夏のアイテムに欠かせないアイテムのカテゴリーになっていて、そもそも、ね、サンダル履くとやっぱ素足で履けたりね、あとソックスから履いたりもするし、露出部分が多いから結構涼しげに見えますし、なんといっても夏のコーディネート抜け感だったりとか季節感っていうのをプラスできるところって、このサンダルというアイテムをですね、夏のコーディネートに差し込むだけで、もう快適さと季節のファッションを楽しむところ両面補うことができるので、もう服好きの方であれば、まあ、必ずと言っていいほどですね、まあ、取り入れたいファッションアイテムもありますし、まあ、そうじゃない人に関しても、まあ、夏はサンダル履きたいって思ってる人本当に多いと思うんですよ。まあ、ただですね、もう年々のサンダル市場っていうのも人気が高まっている中で、もういろんなブランドからサンダルが出てるんですよね。それこそハイブランドからドメスティックブランド、スポーツブランド、アウトドアブランド、本当プチプラブランドまで、ね、本当いろんなブランドからいくつかにリリースされているので、正直何を買ったらいいかわからないっていうですね。サンダル迷子、物がありすぎて選べないって人もですね、本当に多いと思いますので、今回の動画では、現役のね、プロのアパレルバイヤーの目線で、今年、これちょっと抑えた方がいいと、これめちゃめちゃおすすめだよっていうサンダルを、5つまとめてまいりましたので、そのサンダルたちをですね、どんなアイテムなのかとか、どんなファッションかでおすすめとか、そういったところをですね、動画に残していこうと思います。いや、自分自身もですね、サンダル大好きで、靴箱の中にもいろんなサンダルがあるんですよ。まぁ、ちょっと出していこうと思うんですけど、今回のおすすめ5選まとめさせてもらって、これが出すやつに関してはその5選の中に入ってないんですよね。まあ、例えば自分であればこんな感じ。はい。マーテンのサンダルっすね。これ去年買ったんですけど、これ自分的にはすごい好きっすね。ただね、ほんとボリューム感があるし、もうほぼスニーカーみたいなね、履き心地なんですよ。まあ、あとですね、横にこんな感じでね、このモアテンのロゴが、はい、特徴的に入ってるので、まあ、好き嫌い分かれるかなと思って。自分好きなんですけど、今回おすすめから弾いてます。まあ、こんなものを持ってたりとか、あとはこれですね。じゃんと。はい。イージースライドですね。もうね、夏になると見る機会ほんと多くなるなってアイテムなんですけど、これも確か去年かな、買わせてもらって。サンダルもね、黒とかそういった色味が多いんですけど、ちょっと抜け感がある色が欲しいなと思って、こちらのね、なんかボーンって色かな、確かナチュラルみたいなカラーを買ったんですけど、これもですね、重宝しております。まあ、こんなね、サンダルをご紹介させてもらってるんですけど、今回皆さんにおすすめするサンダルはまた別にありまして、まあ、ほんとコストパフォーマンスの面だったりとか、機能性とか、あとはブランドのトレンド性とか、そういったとこ加味させていただいて、今回ですね、おすすめ5選選ばせていただいておりますので、早速1つ目のアイテムからご紹介しようかなと思います。はい、ではですね、今回の2024年夏におすすめするサンダルブランドですね、まず1つ目のおすすめサンダルモデルがこちら。はい、こちらブランド名がキーンとなっておりまして、商品名ですね、こちらがワイメア TG サンダルでございます。これね、実物を見たんですけど、めちゃめちゃかっこよくて、かつですね、ほんといろんなファッションジャンルの人におすすめだなと思ってて、今回紹介する中でも自分的にはトップクラスにおすすめしたいなという一足でございます。俺らの方が税込みで9900円ですね、になっております。特徴的なのがこのつま先の部分ですね。結構これはなんかビーチサンダルみたいに足の指の間にこう紐を通すような結構履き方のねモデルになってくるので、ソックスとかそういったものと合わせられないので、基本的に素足か5本指のソックス、まあ、あんま合わせる人いないと思うんですけど、そうやらないとね合わせられないんですけど、これのいいところですね。これがですね、商品説明文にもあるんですよ。金オリジナルの2プロテクションを搭載したプレミアムフィリップフロップと書いていて、まあ、何のこと言ってるかと分かりづらいんですけども、2の部分ですね、つま先の部分こちら、はい、こういった部分が若干ですね、足を軽く覆ってくれるような仕様となっていて、ここの部分がすごいいいなと思ってて、ここはね、なんか足むき出しの状態だとビーチサンダルとかそういったものにね見えやすいんですけど、少しだけ足の甲をですね、もう爪先の部分を覆ってくれるだけで、なんか着こなしの幅だったりとか見え方が引き締まるね感じがありまして、これね店頭でも見たんですけど本当にかっこよくて、ちょっと俺もね現段階で買おうかどうかめちゃめちゃ迷ってる一足でもあるんですよね。でですね、履き心地もすごい良くて、これねパッと見はなんかすごい簡素というかラフに履けるサンダルに見えるじゃないですか。けど履き心地もすごいし、グリップ性もすごい高いので、本当ねラフに履けるサンダルの中だとトップクラスの履き心地になるんじゃないかなと思います。でアイテム的には、まあ、リカバリーサンダルとかそういった部分に、ね、結構入ってくるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、お値段的にはですね9900円のところで、サンダルのアイテムの中だと特段安くなくて、例えば有名なところで言うとこんな感じの、はい、ウーフォスだったりとか、こういったサンダルって6000とか7000円ぐらいでね買うことができたりするんですけど、そこと比べるとね1マーク2マークぐらい値段高いんですけど、もう全然出してもいいんじゃないかっていうぐらい、こちらねおすすめのモデルでございます。まあ、アイテム的にはですね、本当にメンズの方であればデニムとかスラックスとかそういったものを全然合わせることができますし、レディースの方もね結構街で見るとデニムとかカジュアルものを合わせる人もいるし、あとワンピースにスラッと合わせてる方もですねすごいいらっしゃったりして、もちろんねブラックもかっこいいんですけど、こちら
はい、このね、なんかベージュっぽいから、これもすごいかっこよくて、自分ね、実物これ両方見たんですけど、いや、でベージュもいいな、みたいな。そんぐらいですね、結構惹かれるアイテムでもありましたね。で、キーンといえばこちら。はい、このね、このメッシュ素材みたいな、こういったサンダルがですね、ここ数シーズン、定番で人気だったんですけど、もちろんね、これも人気の高い一足ではあるんですが、今年履くなら、なんかワイメア TG ですね。まあ、こちら、ぜひおすすめだと思いますので、ぜひ参考にしてもらったらなと思います。結構ね、大手のセレクションさんだったりとか、あとアウトドアショップさんとか、スポーツショップに行くと結構並んでるモデルではありますので、結構簡単に見つかるんじゃないかなと思います。もちろんね、公式サイトでまだ販売中なので、気になった方はですね、そちらチェックしてもらったらなと思います。はい、それでは2つ目のモデルになります。2つ目のモデルがこちら。はい、でこちらブランドがですね、オークリーとなっておりまして、こちら商品名がオークリーのマリンビーチサンダルでございます。商品名こそビーチサンダルって名前があるんですけど、結構ですね、グリップ力だったりとか、あとは見た目とか、もう本当にただのビーチサンダルじゃないなってところがあったので、今回ですね、おすすめに上げさせていただいております。で、お値段の方がですね、税込みで4,950円なので、さっきの金と比べても半分ともいかないんですけど、本当に半値近いというか、その価格で買える、今回ご紹介する中だと最安値のアイテムでございます。みんな大好きオークリーからもですね、サンダルが出ておりまして、もちろんですね、これよりもっと高額なサンダルとかそういったものも出てるんですけど、やっぱサンダルってね、このシューズアイテムの中でも比較的安めに買うことができるので、その中でね、オークリーのデザイン性だったりとか、まあ、機能性ですね、最低限楽しめるところと、やっぱトレンドのブランドしっかり落とし込めるところで、まあ、自分的にはですね、今回おすすめに上げさせていただいております。まあ、なんといってもですね、これフロントのこちら、はい、このアッパーの部分ですね、こちらのところにこのオークリーのロゴが入っているのと、まあ、単色のブラックってわけじゃなくて、結構このチャコールグレーとかそういったところも切り返しのカラーリングになっているので、まあ、どことなくサンダルではあるんですけど、テック感というか、そういったものがですね、結構落とし込めるアイテムになっているんじゃないかなと思います。さっきのね、キーのサンダルと若干ね、なんか似てるようで、またちょっと違うというか、まあ、これね、つま先の部分が覆ってる部分はないんですけど、これね、ビーチサンダルって記載はあるんだけど、これソールの部分ですね、こちら。はい、結構ここのソールの部分が結構スニーカーっぽいというか、程よくね、ボリュームのあるサンダルになっているので、ビーチサンダルみたいなラフさとか、抜け感がありすぎるモデルになっていないので、どことなくスポーティー感とかそういったものもですね、出ているので、まあ、自分的にはですね、すごくいいんじゃないかなと思っております。まあ、ただですね、ビジュアル的には本当ね、シンプルな簡素な、ね、作りになっているところは確かにあるので、あんまりハーフパンツとかそういったものに合わせると結構ラフというか、で抜け感が出すぎるので、まあ、ロングのパンツですね、そういったものと、あ、まあ、ナイロンパンツとか、まあ、スラックスとか、そどちらかというと綺麗めなアイテムの外しに使うのが自分的にはいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはですね、夏の快適素材ですね、ナイロン素材とかポリエステル素材とか、そういったものと合わせるのもすごく相性がいいかなと思いますので、まあ、なんといっても4,950円ですからね、こちらおすすめでございます。これもですね、大手のセレクショップさんだったりとか、まあ、スポーツブランドとかアウトドアショップさんのところに行くと結構ですね、この置いてあったりもしますので、まあ、この時点であればまだまだ簡単に買える一足なんじゃないかなと思います。はい、それでは3つ目のブランドになります。3つ目のブランドがこちら。はい、ブランドがサロモンとなっておりまして、モデル名がリラックスブレイク 6.0 でございます。実はですね、こちらのサンダルなんですが、じゃん、はい、私も、はい、持っておりまして、ただこれがですね、今年リラックスブレイク 6.0 っていう名前があって、 6.0 なので、私が持ってるのは 5.0 なので、まあ、以前のシーズンですね、モデルを持ってるんですけど、それのアップデート版となっております。まあ、若干ですね、まあ、トゥーの部分が違ったりとか、あとね、ソールのデザインとかそういったものは変わってるんですけど、ベースのデザインはですね、結構大きく変わってなくて、なんでね、実物も出しながらご紹介をしていこうかなと思うんですけど、こちらお値段の方がですね、税込みで7,700円のモデルとなっております。まあ、色展開もいくつかあるんですけど、こちら、はい、公式サイトだと3色展開あるんですが、まあ、サロモンはね、やっぱブラックの色がすごい引き締まった感じがするので、自分的にはブラックがおすすめなんじゃないかなと思います。いや、このサンダルですね、本当に私重宝しておりまして、まあ、値段もすごいちょうどいいじゃん、7,700円つって、高すぎず安すぎずみたいなところで、まあ、ちょうどいいし、なんといってもやっぱサロモンね、履き心地がいいというところで、本当ね、作り自体はすげー簡素で、かつですね、割とアクティブシーンですね、水場だったりとかそういったところでも全然履いていただけるので、もちろん自分は結構普段履き、アウトドアシーンにあまり遊びに行くことがないんで、街履きとして使ってるんですけど、本当ね、アウトドアだったりとか、それこそなんか水辺とかそういったところでも履いていただけるようなアイテムとなっております。もちろんですね、商品名がリカバリーサンダルとなっているので、まあ、足の休息だったりとか足の負担を和らげてくれるようなですね、作りになっているので、まあ、ちょっとしたね、お出かけだったりとかそういったところもすごい耐えられると思いますので、まあ、そういった目線からもですね、おすすめな一足となっております。やっぱサロモンってブランドのイメージ的にも、まあ、さっきのオークリーに近いんですけど、やっぱ
テックファッションとの相性が本当にいいじゃないですか。最近のスニーカーブランドの中でもアシックス・サロモンがですね本当に勢いを増していて、実店舗のオープンだったりとか街でも履いてる人本当年々増えてるアイテムになっていて、すごい勢いのあるブランドなんですよね。まあ、そこから出ているサンダルってところでもともと注目度の高いところの、かつこのねリラックスブレイク 6.0 で自分が持っているものにアップデートされたモデルになっているので、いやこれでぜひちょっとチェックしてほしいんですよね。まあ、じゃあ商品説明文、長時間の快適な履き心地の画期的なリカバリーシューズ、クッション性の高い EVA フットベッドに柔らかく通気性のあるストラップを取り込むことでゆったりと心地の良いホールド感を実現していますとなっていて、そう確かにですねこちらこれ、ね、アッパーの部分がですねメッシュ素材になっていて、すごい通気性だったりとか、あと全く蒸れないんですよ。そういったところの快適さっていうのもしっかりあるし、あとですね本当商品もある通り程よく足にフィット感もあるので変にずれないというか、まあ、サンダルの中でもさなんかすげえツルツル滑るとかなんか脱げやすいとかなってくると、そもそもなんか履き心地的にあんまりホールド感もないじゃん、そのストラップとかがついてるわけではないのでっていうところあるんですけど、自然と足にフィットしてくれるところもあるし、このねソールの部分のクッション性も高いところで本当にね不満がないんですよ。けど意外と綺麗めなワイドのスラックスとかフレアパンツとかに合わせるとなんかコーディネートも引き締めてくれて、こいつどんだけ活躍するみたいな感じで、しかもこれが7700円であればまず文句がないだろうっていうところですね。もちろんね自分が持ってるところでこのリラックスブレイカーの 5.0 ももちろんね可愛いし、街でね買うこともできるんですけど、せっかくだったらあのね新しいモデル 6.0 ですねご検討いただくのがいいと思いますし、そっちの方が探しやすいと思うので、ぜひですねそっちのアイテムご検討いただけたらと思います。はい、それでは4つ目のアイテムになるんですけども、4つ目のアイテムがこちら。はい、こちらブランドがですねクロックスとなっておりまして、こちらモデル名がクラッシュクロックでございます。こちらお値段の方が税込みで9,350円となっておりまして、色展開も結構豊富で、こちらはい、こういった色展開となっております。ほんとクロックスはですね本当に年々人気になっていて、しかもね一時期はですねこちらはい、もうクロックスといえばですねもう定番モデル、こちらがやっぱ人気だったんですけど、まあ一方の見え方としてはなんかザッダルバキというか、ファッション性として見られてない側面が結構あったクロックスなんですけど、ここ数年はですねしっかりファッション性もねしっかり担保されたモデルだったりとか、デザイン性の富んだアイテムもあって、特に最近リリースされているこのクラッシュシリーズっていうのかな、結構いろんなモデルでこの超肉厚なソールっていうの程よいボリューム感のあるモデルがですね本当に人気になっていて、特にこちらはい、このブラックのですねこのクラッシュクロックのモデルに関してはもう何だかちょっとボリューム感があるスニーカーにも履いた時には見えるぐらいですねかっこよくて、ね、街で履いてる人とか見てるもするんですけど、すごいバギーなパンツとかデニムとかそういったものを合わせても全然足元から負けない雰囲気になっているし、ハーフパンツに合わせてもすごいかっこよく履けるので、自分的にもですねすごくうわいいなと思うアイテムで、ちょっと欲しいんすよねこれ。なので今まで3つ紹介した中ですね、キーンだったりとかオークリー、サロモンに関してはどちらかというと、まあ、シンプルめか綺麗めの格好の方の方が、まあ、おすすめかなっていう部分はあったんですけど、このクラッシュクロックに関しては、まあ、比較的カジュアルファッションの方だったりとか、あとはストリートファッションが好きな方に関しては、最近のですねこのクロックスの新しいモデルに関しては結構ねハマるモデルが多いと思うので、このクラッシュクロック以外でも同様のですねボリューム感のサンダルがいくつか出ておりますし、なんといってもこのビジュアルで値段が9,350円で1枚アンダーで買うことができるので、まあ、今回のサンダルの中だと安い部類には入らないんですけど、世間一般のサンダルの市場の中で見ても全然ですねおすすめとできるモデルとなっておりますので、ぜひですねこちらチェックしてもらったら嬉しく思っております。意外とですねクロックスのサンダルだとスポーツショップとかアウトドアブランドになくて、まあ、結構セレクトショップさんだったりとかシューズショップさん、シューズのセレクトショップとかに結構並んでることが多いので、特にこのシリーズに関しては、なのでねこちらのアイテム気になった方はですねそういったショップさん回ったりとか、あとはクロックスのオンラインサイトとかそういったところをですねチェックしてもらったら買えるんじゃないかなと思っております。かっこいいよなーこのクラッシュシリーズ、やっぱブラックかなー。けど結構ねなんかボーンあのナチュラルカラーだったりとか結構ブラウンっぽいってねカラーとかラテとかね結構可愛い色あるんですよね。で意外とねピンクとか最近やっぱ足元ピンク置きたくなるからさ、いやっていうぐらいあのほんと秀逸です。はい、ソールとか実物見たんですけどほぼスニーカーぐらいのボリューム感と重さあるしね。はい、こちらぜひチェックしてもらったらなと思います。はい、で最後5つ目のアイテムになるんですけども、5つ目のアイテムがこちら。はい、こちらブランドがですねザ・ノースフェイスでございまして、モデル名がリ・アクティブスニーカーでございます。こちらスニーカーという表記ではあるんですけど、結構使い勝手的にはサンダルに近いんじゃないかなと思ったので、こちらですねご紹介させていただきました。どういったところがサンダルっぽいかというと、すごいですねこれラフなね作りというところと、あとはですねすごい足をね覆う形ではあるんですけど、ところどころですねしっかり通気口というか穴も開いてるモデルになっているので、結構ねスニーカーとサンダルの定義が最近曖昧になってきてるなっていうのがあって、さっきのクロックサンダルに関しても
ども、ちょっとスニーカーっぽいんですよ。なんですけど、このノースフェイスのやつに関してもスニーカーっぽいんだけど、結構サンダルっぽい要素もあるなと思ったので、今回ですね、サンダルとしてご紹介させていただきました。こちらお値段の方がですね、税込みで、今回の中で一番高いアイテムになるんですけど、11,880円となっておりまして、色展開こちら。はい。三色展開となっております。まあ、自分的には、もちろんですね、色鮮やかなモデルとかもね、あるんですけど、まあ、引き締まった印象のブラックがですね、自分的におすすめなんじゃないかなと思います。まあ、なんといってもですね、こちら、商品説明文にもね、言ってるんですけど、アウトドアアクティビティ前後の快適な歩行をサポートする、スニーカー感覚のサンダルですってなってるんで、やっぱサンダルなんですよ。でね、これ店頭で見たんですけど、履き心地がまあ、ふわふわ、クッション性も高いし、こちらですね、商品説明文にソールユニットは、二層構造を採用というところと、あと EVA 素材を使用してるところがあるので、やっぱりですね、まあ、足を入れた時にすごい高いクッション性だったりとか、あとフィット感をね感じることができるので、結構ね履き心地を歌うサンダルには結構取り当てることも多いですし、なんといってもこれ EVA 素材が比較的物を案外に作ることもできるので、まあ、快適さ、あとは値段を安く作るっていうところもあると、夏のねすごい人気素材としてですね結構採用されることが多いんじゃないかなと思っております。で、結構これがですね、フロントの部分のデザインが面白くて、こんな感じ。はい。結構ですね、編み込み調というか、シューレースの部分がですね、結構面白くて、なんかドローコードみたいな感じで、こう締まるとサイズ調整ができるモデルになっていて、もうどことなくテック感というか、そういったものを楽しめて、まあ近いモデルというとこちら。はい。サルモのスニーカーだったりとか、そういったものって結構フロントが近いね、ディティールでもあるんですけど、結構ね、そういったデザインを多少とかですね、参考に取り入れてるんじゃないかなと思いますね。ただ、サルモンが結構印象的にね、シューレースのイメージあるんですけど、結構ですね、アウトドアシーンとか、スポーツブランドのアイテムで言うと、あ、なんてね、シューレースをキュッと引き締めるときに、まあ、いちいちスニーカーの紐でキュッとやってると時間がかかっちゃうんですよ。なんでそんなに時間かけられないで、結構過酷な状況だったりとか、そういったね、シーンでも履くことが予想されるアイテムでもあるので、キュッとですね、簡単にですね、ほぼワンタッチで、このシューレースの調整ができるってところを見ると、やっぱアウトドアブランドとかね、スポーツブランドには、これでなんか採用されてても、すごい整合性が高いなと思って自分は見てますね。なんで、このアイテムのね、いいところに関しては、もうね、お値段がね、11,880円と、今回紹介した中だと、まあ、高いアイテムではなるんですけど、ただですね、本当に履き心地的にはほぼスニーカーに近いものになりますし、まあ、なんといっても、まあ、このね、空洞とかしっかりするのもあるので、まあ、ちょっとね、ブラックのソックス合わせて、ブラックで引き締めた印象で履くのもいいですし、中に白ソックス合わせて、まあ、ブラックとホワイトのですね、陰影を楽しんでもらってもいいですし、あとは中のカラーソックスですね、ピンクとか、ブルーとか、レッドとか、そういったね、結構発色の強いものを差し込んで、ちらっとですね、ソックスのレイアウトを楽しんでもらったりとか、その楽しみ方もできるので、結構今回紹介したアイテムの中だと、一番幅広いコーディネートにですね、対応できるモデルとなってるんじゃないかと思いますので、まあ、このアイテムもですね、ノースフェイスの店頭に行くと確実に並んでるんじゃないかなと思ってて、結構ね、セレクトショップに行くと、あんまりなかったりしたので、まあ、気になった方は、アウトドアショップかスポーツショップ、それかもノースフェイスさんの実店舗に行くのがですね、確実かなと思いますので、ぜひですね、そういった視点でこのアイテムチェックしてもらったら嬉しく思っております。はい、というわけで今回の動画ではこれ2024年の夏シーズンにおすすめのですね、サンダル、現役のアパレルバイヤーの目線で5選ですね、ご紹介させていただきました。結構全部ですね、実物チェックしてこれはおすすめだなというところをですね、中心にご紹介させてもらったんですけれども、もう皆さんもですね、ここのサンダル良かったよとか、ここおすすめですよというものがありましたら、ぜひですね、動画のコメント欄にコメントいただければですね、よりね、参考になる動画になるかなと思いますので、お気軽にコメントいただけたら嬉しいです。はい、というわけで本日の動画も以上としたいところなんですけれども、最後に告知の方をさせていただければなと思います。現在ですね、こちら、はい、私の運営するショップのオープンアクトの方で取り扱いのあるですね、ドミスティックブランドさんビクティムの2024年早くも秋冬コレクションのウェブ受注会の方を開催しております。詳しくはですね、概要欄の方に商品紹介のラインナップ動画ですね、動画のリンク貼らせていただいておりますし、あと自分が所属しているスポチャンネルの方もですね、展示会潜入動画の方も今回撮影しておりますので、そのね、4本を見ていただければ、相手の詳細だったりとか、それがね、分かるようになっているのと、プラスですね、自分のインスタグラムだったりとか、あとアイテムのラインナップ紹介の動画とか、そういったところにですね、コメントだったりとか質問いただければ、随時ですね、お答えの方をさせていただければと思いますので、ぜひ気になった点とかですね、気になるアイテムがございましたら、お気軽にご質問いただけたら嬉しいです。はい、というわけで本日の動画も以上となります。本日の動画ですね、少し参考になったとか面白いと思っていただけましたら、動画の高評価とチャンネルの方お願いいたします。あとですね、概要欄の方に自分のインスタグラムと TikTok のアカウントも貼っておりまして、日々ですね、ファッションの情報だったりとか、日々の着こなしとか、そちらに載せているので、そちらもチェックしてもらったら嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。